デイブレイクタウンナンバー979、最後の戦い、箱舟の間。全部で1ターン以内でクリア、全部で3ターン以内クリアで戦場よりノーコンティニューでクリア。ボス、ハテナ。この世界の終わり？前にも話した通り、今は闇に勝つ手段はない。だからこの先の時代、闇を倒す選ばれし者へとキーブレードをつなぐために。多くのキーブレード使いたちを育てる時間が必要だった。未来に撒く光の種、ダンデライオン。この世界はその種を撒くまで闇を足止めする世界。そして落葉を迎えることのない夜明けも、いずれ日は沈み眠りにつく。それで今回の計画は完成だ。では行ってまいります。あ、そうだ、最後に言っとくことがあるんだ、うん、まだあるんですか、うん、前にも話したけど、闇とはずっと戦ってる。長い戦いの中で闇は姿を持たなくなり、物理的な攻撃から人の心を攻撃するようになった。それによって多くの仲間を失った。一方、闇も姿を捨てた代わりに自らの意志を失うことに気づいた。そして今の時代になる、うん、今我々が戦ってる闇は姿がないんですか。7は全てを満たす数とされ、13は非調和な意味数とされた。この言葉通り、始祖となる闇は13。その13の闇は自らと同じく姿も持たない闇を増殖させていき、個から善となった。さらに増殖し、派生した姿を持つ闇がハートレスだ、うん、そして姿を持たない集まりは異なり、強い心の持ち主に救う機会を待っている。強い心の持ち主、姿を持たない闇は倒せない。闇を倒すには強い心を持つ器が必要だ。だから君たちを育てた。まさか。そう聞くとひどいことのように聞こえるだろうが、君たちを単なる器として育てたわけじゃない。心に闇が救ったとしても、闇に負けない心を持つものにしたかったんだ。そんな、忘れてはいけない。これは人と人ならざる者の戦いだ。干渉に目的を曇らせるわけにはいかない。お前たちを信じたからこそ人間の運命を託した。主要な闇は13体いる。その中でもさらに強力な7体は我々7人の心に閉じ込め、おのおのが引き受けた闇は各自がバラバラに行き着く場所で倒す。そのためのキーブレード戦争だ。すげえ。ユニオン同士の裏切りやキーブレード戦争も必要なんですか。ああ、予知書にあった裏切り者の記述を利用した。疑心や不和といった負の感情に闇は救う。皆が本気で心にその感情を抱く必要がある、うん、多くの感情の衝突によってより一層感情は増幅され、13体の中でも強力な7体は我々の心に宿す。我々の心に？そして残る6体、それは我々が消えた後のユニオンリーダー5人と、後の1体はこの世界に閉じ込める。
そんなこと許されませんよ。あまりにも犠牲が多すぎる。言ったはずだ。干渉に目的を曇らせるわけにはいかないと。闇に心を奪われた者の末路は、はるかに悲惨で残酷だ。多くの愛する者たち、仲間たちを闇に奪われた者をこの目で見てきた。これは光と闇の戦いなどという英雄譚ではない。心を持つ者の尊厳の問題だ。犠牲が前提ではない。助かる手段は用意している。ルシュ君、マスターオブマスター、鍵が導く心のままに。何を思い、何を考える。お前が全ての鍵になる。期待しているぞ、裏切り者のルシュ。へ、ノイズ。ああ、行くところか。なんとかなりそうですか？もともと現実とデータ側を行き来していたシステムで、一気に全員を戻せないか調べてみたけど、時間的に難しいみたいだ。そうか。でももう一つ手がある。ダンデライオンのメンバー全員は難しいが、残った3人は戻せると思う。その前に2人は箱舟に乗って。え、エフェメラたちを戻せるかは時間との戦いだ。先に君たちをこの世界から脱出させる。もう一つの手って、残りの2つの箱舟をデータ側に戻す。これなら時間もかからず3人をこっちに戻せる。なるほど。今はできることをやるしかない。二人は早く乗って。一人で大丈夫なのか？今確実にこの世界から脱出できるユニオンリーダーは君だけだ。エフェメラから俺、俺から君。先の可能性をつなぐためにも、君たちの旅立ちは見届けさせてほしい。わかった。どの世界、どの時間にたどり着くかはわからない。でも心にしるべを。自分がなすべきことを刻んでおいてほしい。僕はストレリチャーのデータを見つけられず、人間のデータは保存されていないと思ってしまった。でもそれは違っていた。今度こそ見つけ出すよ。きっとその思いがしるべとなって導いてくれる。妹さんと再会できることを願ってるよ。優しいね、ブレイン。最初疑ってたけどいいやつ。君ともまた再会できると信じてる。エルレナ。また。またね。愛してるぜ。鍵が導く心のままに。ブレイン。はあ、誰だ。あ、君だけなのか。みんな無事に現実世界に戻れたかな。スクルト、ブレインがいる。大丈夫さ。いいね、信頼してる。そうだね、エフェメラより賢そうだし、受ける。はあ？本当に世界が終わるなんて信じられないね。
そうだな、こう静かだと。ん？おい！おい！何？え？そんな。あ、4体も。緊張する必要はない。我々は戦いに来たわけではない。お前たちがここを去る前にゲートを開いてもらいたい。ゲート？そうだ、最初に戦った闇が言っていただろ。我々の目的は感染、ウイルス、ポータルを通り様々な世界へと伝染していく。それを聞いてやすやすとゲートを開くとでも？うん、拒んでも無駄だ。我々の強さは知っているだろ。もしくはその身を乗っ取ることもできる。あ、それとも目の前で仲間が奪われ後悔と屈辱で扉を開かせる方がいいか。断る。危ないぞ。愚かだな。俺たちが戦い始めたらすぐに箱舟に乗り込め。あ、お前だけでも生き延びるんだ、ユキ。愚かだな。どうしたの、ユキ。これだから人間は闇に勝てないんだ。え、どうしたんだ、ユキ。やめて。勇気の心は闇の深淵へと落ちた。え？そんな。勇気？もう声は届かない。お前は？肉体を持たない我に消滅はない。そう言ったはずだ。まだ倒せてなかったのね。マジか。勇気。あ！やばすぎる。扉を開けば返してやってもいい。どうする？ダメだ。手出しは不要だ。見ていろ。エフェメラ&スクルズを倒せ。あー、切ない戦いだ。まさかの主人公闇落ちパターンです。受ける。またな、アクセル。うん、またな、アクセル。ソラ、さあバフかかります。108000、122000、136000、148000、148000、155000、169000、183000、195000、195000。二人は親友だもの。73000。
かっけえ。またな、アクセル。またな、アクセル。シオン、愛してるぜ。二人は親友だもの。ラストリーブ。アクセル。またな。アクセル。さあ、強力な攻撃が来ます。あ、来ないか。エフェメラとスクルドの2人のねコンビの攻撃がかっこいいんですけど、来る前にこっちが倒しちゃうかな。アクセル。またな。アクセル。いいねー、かっこいい。オッケー。はあ、勝ったけど切ない。レベル310、アバターコインを55ゲット、 AP が全回復しました。勝ったけど切ないな。箱舟に乗っておけばよかったものを。やめろ、ユキ。我を憎め、エフェメラ。それがまた糧となる。やめろ。はっ。すまない。え、本当にごめん。君だけなのか？はい。あなたは誰ですか？俺はマスターの弟子の一人、ルシュ。え？ルシュ様ってユニオン結成前に失踪したと聞いていたんですが。それはどうでもいいよ。
それより君はユニオンリーダー？はい、ユニオンリーダーのブレインです。君しかいないってことは、他のユニオンリーダーたちは？一人は脱出しましたが、あとの二人はまだデータの中に。うん？君を入れて4人だ。あと一人は撃たれたのか？はい。なるほど。では君がこの箱舟を使うんだね。いえ。データ側にはダンデライオンの仲間がもう一人いて、ここにある2つをデータ側に送って、向こうの1つと合わせて3人に使ってもらうつもりです。君はどうする気なんだ？俺はこの時代で生き延びて、データ世界に残る多くのダンデライオンのメンバーを目覚めさせるつもりです。目覚め？はい。闇に飲まれた世界は眠りにつくとマスターアバ様に教わりました。確かに眠りにつくが、あのデータ世界は違う。え？あれは闇を閉じ込める檻。この世界が闇に飲まれればもう出すことはできない。そんな。もう一つ、君らが使っている未完成の箱舟は、たどり着く先に肉体を形成する媒介とそのものを記憶するものが存在しなければならない。知っていて使ってるの？多少。策はあるの？それは自分がこれからの人生をとしてなすべきことだと。君は優秀だね。君の人生をこの一度で終わらせるのは惜しいよ。スクルド。エフェメラ。一緒に戻ろう。やべえ。うまくやったな。怒りを利用しポータルを開かせるとは。ここを通ればさまざまなデータ世界へと行ける。お前もそろそろその肉体を捨てろ。脆い人間の体と共に消滅するぞ。なんてことを。何がおかしい？闇を欺くのは案外簡単だね。それとも個体差か？お前まさか！実体がない割に鍵を開けてもらわないと通れない。不便な奴らだな。お！そうだよね。主人公だもん。エフェメラは鍵を閉めた。この先も同じく鍵は閉じられた。あんたたちはもうこのポータルケーブル内から出ることはできない。へえ。お前最初からそのつもりで闇に救われたふりを。今さら気づいても遅いよ。俺たちの勝ちだ。へえ、切ない。貴様！チェルシー、勇気。
切ないね。でも主人公ここに閉じ込められちゃったってことだよね。自分もね、ごめんよ巻き添えにして。泣けるね。でも愛してるぜ。ああ、これで終わるの？みんな脱出したのか。どうするエフェメラ、外を見てみよう。ああすげえ。スクルド、もう外は危険だ。うん、塔に戻ろう。気づき上げるのは大変なのに崩すのは一瞬なんだね。うん、建設は死闘、破壊は一瞬だね。行こう。うん、お前たちの行動は理解不能だ。お前たち？いや、お前だけが受ける。理解したいの？敵を理解するのは大事なことだ。うん、お前たちが、お前が受ける。我々だ。マス目に覆われたゲーム版は小さな世界だ。世界が小さければ小さいほど支配はたやすい。では次におとぎ話の一冊一冊の世界を並べるように、少しずつ世界を広げてみよう。そして本を一冊また一冊と増やしていけば、世界は無限に拡張され続ける。しかし世界には光の届かない場所はあっても、闇の届かない場所は存在しない。大勢の命を使い、多くの人生を費やし、幾重にも世界を拡張し、どこまでも世界を広げようと闇も同様に広がり続ける。圧倒的に闇が有利だ。どこまでも闇の存在しない世界へと逃れようが、お前たちはどこまでも一緒だ。友人だからな。時には一人になりたい時もある。お前はどこの世界に姿を消すつもりなんだ？見たことのない、知り得ることが不可能な世界。そこは光も闇も支配し得ない。それは？人間とその他の生命の明確な違いは何か？人間はその存在が消えても、まだその先の世界があると信じたい生き物だ。うん、俺もぜひ信じてみたい。想像する命の先の世界、虚構の世界。虚構？それはデータの世界ではないのか？人間の想像であっても具現化させてしまえば現実側だ。俺は知り得ることが不可能な世界だと言ったはずだ。それは？目も声も届かないの世界。
作るぞ、乗って。あ、泣いてる。エフェメラ、ありがとう。最後が一人じゃなくてよかった、はあ、最後の瞬間まで諦めちゃダメだよ、スクルド。うん、海藻だね。勇気、そりゃ泣けるわ。これがエンディング？切ないな。ドリームイーター、あれは。僕たちは君たちキーブレード使いの心とつながる存在。君たちの心が消えるときは共に消え、眠りに落ちるときはその眠りを守る存在になるんだ。へえ。俺も眠るの？それは君次第だよ。眠らない選択肢はあるの？眠りを拒めば新しい心に溶けることになる。あ、え、ゼアノート、これ。で、あのダークロードにつながると。どうしたの？まだ旅は続きそうだ。え？おやすみ。おやすみ。お疲れ様。あー、ストレリチア。
いやーよかったね、ユニオンクロス、ダークロードも、うん、あったね。素晴らしい。キングダムハーツユニオンクロス、ありがとう。愛してるぜ。シークレットムービー的な？箱舟。ラーリアム、エルレナ、
鍵が導く心のままに。え、ブレイン？気になる終わり方受ける。ここは？あなたはブレインですね。え、どういうこと？ああ、これを。やはり間違いなかったみたいだ。誰？あ、失礼しました。私はシグルゾ。少し待ってください。報告します。見た目がウリ二つやん。お待たせしました。本部にお連れします。本部？ちょっと説明してくれないか？あなたがデイブレイクタウンの崩壊を逃れ、今日ここに来ることは決まっていました。我々があなたを迎えることも。どういうことなんだ？全く意味がわからない。はい、これから本部の方で詳しく説明します。待ってくれ、他のみんなは？俺には一緒に脱出した仲間がいたはずなんだ。この時代に来たのはあなただけです。うん。そうなのか。混乱されるのは仕方ないです。ともかく行きましょう。これは、彼がこの町スカラ・アド・カエルムを作った初代キーブレードマスター、マスターエフェメラです。おおすごい。ああ知ってるさ、自慢の親友だ。泣けるね。エフェメラが作った。キングダムハーツ。